はい、おまけの夜でございます。ちょっとですね、遠くの方に撮影行ってまして、ちょっとアップもできなかったんですけども、これから少しずつまた動画をアップしていきたいと思います。で、今回はこのおまけの夜のチャンネルをですね、チャンネル登録してくれてる方も少しずつですが出てきたので、今までなんとなくダラーっとやっていたこのチャンネルで、お前は誰なんだというところをちょっと紹介していきたいと思います。まず僕はポストプロダクションという動画編集をする、テレビ番組とかミュージックビデオとか、いろんなものを編集をするスタジオで3年ほど働いてまして、今年の1月に独立して、ここは僕の家の作業場で、ここで基本的に仕事してます。パソコンとマルチ画面で 2台でねやってますよ。フリーになってからミュージックビデオとか韓流アイドルの東京ドームの映像とか、そういうのもねやってるっちゃやってるんですけど、やりましたって言っちゃいけなかったりするんでね、なんだろう、まあこれとかも結構前だからいいか、好きじゃない人もいると思うんですけど、京楽っていうか OK さんのね、なんかパチンコの仕事とかもちょっと携わったことがあって、そういうイベントとか行くとこういうのもらえたりして、いいのかな店とか、まあいっか、見てねえだろっていうのね、見てねえだろっていうのでやってます。で、このチャンネルは、まあ、そこでいろんな人と出会いがあるんですけれども、まあ、そういった人たちの話を聞きながらですね、いろんな面白い話を皆様に届けられたらなと。この前パンピーのアルバムで、一緒に語ってくれた南部くんっていうのは、もう 5,6 年前にポッドキャストが流行ってた時に一緒にラジオをやってたんですよ。もう10年以上の付き合いで、まあ、1個下なんですけど、で、ヒップホップのアルバムいろいろ語ってほしいっていう方がいらしたので、なんかゆるふわギャングについてやってほしいっていうコメントもあったんですけど、南部くんに聞いたら、聞いてるけどまだハマってはないって言ってて、まあでもね、そういういろんな声いただいて、これから僕たちの方もねいろいろ勉強させてもらえたらと思うので、ぜひぜひそういうコメントください。僕らも知らないことを知るのは楽しいので、むしろ教えてくれてね、コメントでいろいろ教えてくれたりしたらね、めちゃくちゃ嬉しいです。一応これからやろうと思ってるのは、ライムスターの特集とヒップホップ日本地図、ヒップホップ東京地図というのをですね、ちょっと撮ろうかなと思ってます。まあ、南部くんはライムスターの特に歌丸さんが大好きで、で、歌丸さんはまあラジオやっててね、語ることは多いですけど、語られることはあんまないと思うので、いいんじゃないかなと、僕たちの方がねやっていけばいいんじゃないかななんて思っております。あと金ちゃんの回に出てもらったジャガモンド斉藤っていうのもいいんですけど、彼とは昔映画トークイベントとかいうのを一緒にやったりして、映画がものすごい詳しくて、コラムもやってるんですけど、そのコラムを僕がやらせてるんですけど、今度スターウォーズやるじゃないですか、だからスターウォーズ特集をちょっとやろうと思ってるんですよ。なので、おまけの夜はこれからも好きなことをどんどん、発信して、誰が見てるかわからないというスタンスでやっていきたいと思います。ガン、ゴジラを忘れてた。まあ、ここでちょっと僕の好きなものについて、人となりが分かるように自分の好きなものをある程度簡単に説明していきます。まずゴジラ、まあ、ゴジラ作品は全部見てますし、小学校の時から上映している作品は全部見てます。で、途中でもう友達も一緒に行ってくれなくなって、一人で映画館行ってますね。最新作があったら必ず行ってます。ゴジラでしょ、で、ドーンドーンドーンといけエレファントカシマシ。僕が一番好きなミュージシャンはエレファントカシマシでございます。大学時代に出会ってからもうエレファントカシマシしか聞けない時期があったぐらい。エレファントカシマシが紅白初出場ということで、エレファントカシマシ語りをしたいんですけど、何がいいですかね。ちょっとね、僕以外でね、エレファントカシマシ好きな人を語れるぐらい好きな人ってあんまいないので、で、僕が尊敬するクリエイターが3人いまして、1人が宮崎駿、宮本浩次、そして一世尾形、この3人がもうほんと尊敬してるんで、いつかこの3人と仕事できたらもうやめていいかなぐらいのね、もう本当思いますね、うん。ただ宮本に関して言うとですね、スタジオで働いてた時に、ミュージックビデオとライブ DVD の作成で来たんですよ。エレファントカシマシがどうしても会いたくて、ちょっとうろちょろしてたんですよスタジオを。メンバーはいました。トミーとかね、せいちゃんとか石くんはみんないたんですよ。で、宮本は作業してて、で、宮本が出てきた時に僕の背中にいたんですよ、その時で。宮本の声がして、でもさすがにファンでさ、職場でファンだからってこう声かけらんないじゃないですか。だからもうね、背中で宮本の声がするんだけど、もう無視して、もう振り切ってね、俺は男だから、堂々とね、颯爽とエレベーターに乗ってやりましたね。はい、そして一世尾形ね、これもう VHS なんですけど、これ桃井かおりさんとの二人芝居でね、舞台物で初めて涙しましたね。はい、僕が一番好きな、お笑い DVD バナナマンラーメンとおぎやはぎ君の席、最近どんなだったかなと思って見直したんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。
今でもめちゃくちゃ面白いんで、あのお笑い好きで特にこのメンバーが好きな人は絶対見た方がいいです。ライブ君の席、君の席っていうドラマがあるんですけど、それはまあなんですけど、このライブ君の席っていうのが本当に面白い。ユニコーン、電気ね、電気、これ大好きです。ミュージシャンでいうとエレファントカシマシ、ユニコーン、電気が大好きですね。まあシチュダラパンのアルバムとかもね持ってるんですけど、ゲーム、バイオハザード、セガレイジリー、はい、女子受けするようなもんないですね。ほとんどザ男って感じで、ロックマン、ロックマン。あのほんとちっちゃい時からゲームで一番好きなロックマンです。ロックマン7、ロックマン8、ロックマン X4、ロックマン X5、 ここら辺はほんと何回も何回も全クリしたな。銀河鉄道39、テレビアニメで一番好きです。銀河鉄道39はぜひね、ちょっと長い、130とか40話くらいあるんですけど、長いんですけど、なんか哲学っぽいんですよ。すごいシュールです。絵だと林誠一さんっていう人が好きで、画集も持ってるし、まあこうね、あと漫画でいうと大友克洋さんのこのショートピースっていう漫画があるんですけど、これもすごく面白いので、知り合いに作品を勧めるときはこれ勧めてます。短編で初期の大友克洋さんの作品なんですけど、ほんと粋で洒落てて、シニカルで、なのになんか何にも残らないっていうのかな、空気感だけを感じる漫画ですね。アキラとかもあるんだけど、これが一番おすすめ。あ、ピンクフロイド、これはあの、まあ僕映像やってるんで、こういうまあちょっとアート面のものもやっぱ勉強してるんですけど、これはピンクフロイドのね、このビデオ VHS はめちゃくちゃ面白いですよ。だからちょっと女子受けするコンテンツなんか考えないといけないですね。サンセット TV っていう、ウェブコンテンツ、静岡朝日さんのウェブコンテンツをやらせていただいていて、それはね、あのガンガン見てくださいって言える作品なんですよ。ほんとめちゃくちゃ自由にやらせてもらってて、マジで静岡朝日の人の上の方の人に怒られながら、でもプロデューサーが守ってくれながらね、かなり好き勝手やらせてもらってる特別な環境の作品なので、あのぜひその番組を皆さんに見てもらいたいです。で、一等見に1回に出てもらったアーノルズ長谷川さんとやってる4コマ道という膝距離芸、あと人気なのが A マッソっていうお笑い芸人とやってるゲラニチョビ、これはかなりちょっとコアなお笑いをやってるんですけど、すごく面白いので、それ見ていただけるのがいいかもな。あとなんとあの YouTuber の王様のような四皇みたいな、はじめ社長と一泊二日で一緒に旅をする静岡クエストっていうコンテンツがあるんですけど、もう爆発的に数字いくんじゃないかなと思ったら全然回んなかったんですけど、でもあのはじめ社長と一泊二日旅行って、これかなり面白いです。自分で言うのもなんだけど、あとダジーっていうお笑い芸人とかですよ、ケスクセとかね、ちょっといろいろやってますが、よかったら見てください。以上、おまけの夜の自己紹介でした。